ございます。ザリガニ親父が江戸川のバンクに現れました。今日は3月は10日水曜日。バイリンガル YouTuber の高野文也が今日もコミュニケーション上の重要なポイントをお届けいたします。ただ見てるだけでコミュニケーションマスターになっていく不思議なブログ、今日もご覧いただいてありがとうございます。今日はとてもいい日なので、早朝連行太極拳の後、私の家の近くの江戸川のバンクに来てます。今日は私立でお伝えいたしております SDG17 の目標11番目になりますが、素晴らしいですね、まちづくりというお話をします。今日はですね、私はこの素晴らしい街づくりについては一言ですね、こういうことをお話ししたいと思います。街に住んでですね、その街のしっかり一員になるということは人生豊かになりますね。私はこの行徳のこの街に住んでですね、港という街ですけれども、自治会の理事とかですね、若い頃は子ども会の会長とかやって、お祭りでは担ぎ、いろいろと町に貢献してきました。町の子どもたちをですね、21年間空手の指導員で指導したこともあります。そんな中で親しく付き合ってますので、例えばですね、皆さんちょっとお見せしますが、グググググっと回して、皆さんですね、この船見えますかね、この船慶応丸という船ですけれども、この船のですね、持ち主は大工さんで私の友達ですが、この船しょっちゅう乗してくれます。魚をですね、東京湾あちこち回ってですね、三崎神奈川の方まで行きます。乗してくれるしですね、親しくしていればただで乗してくれて、たくさん魚を釣る仲間にしてくれるんですよね。これがですね、私は重要な町づくりの一つだと思います。公共道徳を身につけるという言葉、これをぜひですね、皆様にお伝えしていきたいと思います。日本にすっかりダメになっていく公共道徳の考え方ですね。公共道徳、共に生き、共に喜び、共に学びながら人生を終えるという公共道徳。今日はですね、SDG の11番目、素晴らしい街づくりというテーマからですね、ちょっと派生してそのようなことをお伝えいたしました。さようなら。